皆さんこんにちは。レバレジーズ公式チャンネルの飯野です。今日は社員の出社時のファッション、そしてマストアイテムをチェックしていきたいと思います。私もスクランブルスクエアで働き始めて2年以上が経つんですけれども、一つ思うのが、このビルで働いてる人、おしゃれな人多いなぁと思うんですね。なので今日はそんな渋谷ワーカーのこだわりポイントを突撃取材したいと思います。それでは早速行ってみましょう。なのでちょっと聞いてみます。すみません、今 YouTube の取材をしてるんですけど、ちょっとだけお時間いただくことって可能だったりしますか？大丈夫です。大丈夫ですか？すみません、ありがとうございます。じゃあこちらにお願いします。はい、それでは早速なんですが、ファッションのこだわりポイント教えてください。はい、まず基本シンプルに何のにっていうところを意識してますね。なるほど、今日もモノトーンで、はい、そうですね、もう基本毎日白と黒だけで統一してます。そうなんですね、はい、今日の服装の中だとこの服好きだなとかこだわったポイントは、それで言うとこの中に着てる T シャツなんですけど、はい、これ同じ服を4着ほど持ってて。同じ服ですか？そうです、白のこの T シャツ4着持ってて、黒の2着くらい持ってて、朝は本当に思考停止して毎日これ着てます、ね、そうなんですね。いや、まあ服装もシンプルなのもありますけれども、すごく大人っぽいですよね。まあたまに言われるんですけど、全然新卒でフレッシュな気持ちで頑張りたいなと思ってます。まだ新卒だったんですね。そうなんです、新卒です。今日はリュックで出社されてますけど、結構大きいですよね、はい、どんなもの入れてるんですか？まあ、ちょっとお見せします。ありがとうございます。電車の中でずっと IT 関連の勉強というか参考書を読んでます。エンジニアさんと結構話す機会多いんで、はい、そういった専門知識を早く身につけられるように、うん、移動時間は勉強に当ててます。他にはなんかこれは欠かせないぞっていうマストアイテムはありますか？あとはそうですね、毎日折りたたみ傘持ち歩いてるんですけど、結構しっかりした傘。そうですね、うん、あと結構大きめの水筒。大きい。そうです。1リットルぐらい入るやつで、なんかジムとかしてる人が持ってそうな。そうですね、大学時代はアメフトをやって、もう15キロくらい痩せちゃったんですけど、いやちょっと見えなかったです。そうですよね、痩せちゃいましたね。だいたい朝は5時半に目覚めることが多くて、うん、そこから必ず、まあ、水飲んで、で目覚ますためにシャワー毎朝浴びてますね、はい、5時半に起きるんですか？今ちょっとスルーしそうになったんですけど。いや、そうです、5時半に起きるんですよ。早くないですか？結構その大学時代アメフトやってたところで、はい、まあ、朝の練習が多かったので、はい、その名残で早起きが身についてるっていう感じですね。金城さん朝は何時出社なんですか？だいたい8時に会社着くようにしてます、1時間前には着きたいっていうことが多いので。8時についてどんなことをされてるんですか？大体朝一番頭すっきりしてる状態なので、うん、何か考える系のことをしたり、うんうん、あとは、まあ、集中できる時間にまあ、タスク、まあ、単純タスクもそこでバーって終わらすっていうような感じで仕事してますね。いや、もうやる気マックスの新卒ですね。頑張っていきたいと思ってます。では次に出勤してきた人に突撃したいと思います。あの方に声かけてみますね。すいません、今 YouTube の撮影してましてファッションチェックしてるんですけど、ちょっとだけお時間いただいてもいいですか？大丈夫です、ありがとうございます、はい、ではこちらにお願いします。はい、では続いて人事部の鈴江さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。まずは今日のファッションですが、こだわりポイントありますか？ベースシンプルでちょっと足元で遊んだりするのが好きなんですけど、面接とか外部の方とのオンラインミーティングが多いので、上半身とかベースシンプルの方がいいなっていうふうに思ってずっとユニクロばっかり着てます。その他こだわりポイント、お気に入りのポイントございますか？そうですね、他で行くと、ジュエリーがすごく好きなので指輪は毎日つけてます。もともと好きなんですか？そうですね、前職がブライダルジュエリーの販売をしていたので、ちょっとそれもあって指輪集めるのが好きで、今も会社につけてきて見るとテンション上がります。いや、似合いますね。ありがとうございます。では続いてカバンの中身もちょっと見ていきたいなと思うんですけど、はい、
なんかマストアイテムとか、スープジャーと大きい水筒っていうそれだけなんですけど、はい、毎日朝お味噌汁作って持ってきているので、はい、そんな大した量じゃないですけど、いやめちゃくちゃ偉い、はい、これは私のお昼ご飯です。なんかちらっと見えたのが大きい水筒ですか。はい、1リットルのお水なんですけど、なんかメモリがついてるので、会社にいる間にこう時間ごとに飲み切るみたいな。あ、時間が書いてあるんですね、これ。そうなんです、はい、なので、なんか今日あまだあんまり飲めてないなとか見ながら飲めるようにしてます。これ買おう、私。ぜひ。ちょっと探してみます。 Amazon で買いました。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、他には何か。結構水色のアイテムが多くて、はい、水色が好きなのでお財布とか、うんうん、あとは化粧品と一緒で、化粧ポーチとかも。あ、本当だ。はい、全部水色で。かわいい。止めてます。爽やか。いつも水色なんですけど。いいですね。すごく参考になる部分がたくさんあるなと思いました。私とかお弁当なんか2年くらいいるんですけど、作ってきたの5回くらいかなとか。いや、十分ですね。ちょっと反省しました。とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。あの女性2人いいですね。すいません、今 YouTube でファッションチェックをしてるんですけど、ちょっとだけお時間いただいてもいいですか。はい、大丈夫です。じゃあこちらにお願いします。お二人ともすごくジャンル違いのおしゃれさんだなと思ってお声掛けさせていただいたんですが、今日のファッションのポイントをそれぞれ教えていただいてもいいですか。まずは阿波さんから。はい、はい、そうですね、今日はこのパンツがお気に入り。かわいい。履いてきました。ベルトもすごいおしゃれですよね。そうなんですよ、ベルトちょっと今気づいたんですけど、はい、今日旦那もつけてきちゃって。そうなんですか。そうなんです。じゃ似てるやつ持ってるっていう。そうなんですよ、うん、本当は今日ナイキのエアフォース履いてきたので、はい、ベルトもこの同じガチャベルト、うん、ナイキのガチャベルトを持ってて、こう黒でシルバーの、はい、なのでこう寝ぼけながらやってつけたつもりが間違ってました。なるほど、朝ですからね。そうなんですよ。エビソンは今日はどんなところ。そうですね、このスカートがお気に入りで、うん、先輩にも可愛いね。可愛い。あとはこの青のストライプとここの、うん、青をちょっとさせてます。うん、そしてお二人ともカバンがすごいおしゃれだなと思ったんですけど、なんかこだわりポイントだったりとかありますか。このカバン自体は、うん、今の旦那さんと、はい、まあ、当時付き合ってた時にプレゼントでもらったカバンなんですけど、素敵、思い出の品ですね。そうですね、もう5年前くらいだと思うので結構経ってるんですけど。ブランドは、ブランドはこれフェラガモっていうブランド。高級ブランド、はい、ちょっと背伸びしてる感じは気に入ってないです。使ってます。ゆべさんのカバンは。そうですね、これはここをボタンで留めるとちっちゃくなるんですけど、ボタン外すと大きくなる。なるほど、伸縮性もちょっとありそうな素材ですもんね。はい、なんか実用重視、可愛さもありつつ実用性もあって、カバンの中身はちなみにどんなものが入ってるんですか。最近ちょっとニューアイテムになったんですけど、はい、このオレンジ色の革のキーケース。かわいい。ちょっと明るい色で、はい、バッグの中でもすぐ見つけて、うんうん、取り出せるように。いいですね、すごい参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうおしゃれな方多いななんて思ってるんですけど、他どういう人がいるのかなと、ちょっと知り合いが取ったので。瀬川さん。あ、おはようございます。おはようございます。今お時間って急なんですけど大丈夫ですか。大丈夫です。本当ですか。はい、ちょっと企画内容は後で説明するのでこちらにお願いします。はい、では続いてマーケティング部の瀬川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まずですね、ファッション企画に。ファッション企画の、はい、なってます。まずはですね、今日のお気に入りのファッション。お気に入りのファッション教えてください。そうですね、これなんかアメリカの古着のシャツなんですけど、うん、そうなんですか。それに合わせてなんかアメリカ製の
綺麗な革靴合わせて、ちょっと会社の人結構スニーカーにデニムみたいな人多いんですけど、はい、まあ、悪目立ちしない程度にちょっと綺麗めで今日は着てみました。結構普段から綺麗めが多いですよね。あ、でもそうかもしれないですね。なんかちょっとシャツ着るとなんか気分がちょっとキリッとするというか、なんで、まあ、ちょっとこれ言ったら T シャツ着てる日やる気ないんかって言われそうなんですけど結構襟付きのシャツとか、うんうん、ニットとか着てることが多いかもしれないですね。なるほど。ちなみにカバンはなんか中身は周り勉強する人多いんで、なんか僕も負けてられへんなと思って本は持ってきてたりして、今はちょっと異能の掛け算と思うんですけど、はい、ちょっとなんかいろんな職種の人と仕事すること増えてきたんで、なんか自分とタイプ違う人とどうやって働くのかみたいな本なんですけど、時計もすごいおしゃれだなと思ったんですが、教えてもらいました。はい、これは、これはちょっと気合い入れる日につけてるんですけど、はい、あ、そうなんですね。父親から受け継いだ1955年製の時計でして、はい、70歳超えの時計なんですけど、なんか父親から壊れて受け継いで、まあ、修理して使うんやったらいいよって言って譲ってもらって、はい、それ譲ってもらったのがなんか大学卒業するタイミングとかで、なんかまあ言ったら社会人になる記念みたいな感じでもらって、でまあ今日仕事頑張ろうっていう時はつけて、まあ、あの時計とかはあのパソコン知ってても見えるんで、はい、まあ、ちょっと頑張ろうってたまに思って。なるほど。女性のネイル的な感じのでもそうポジション結構自分はあの皆さん指先だと思うんですけど、僕は手首見てテンション上がってるかもしれない、はい、なるほどですね。自分のテンションを上げるみたいなことが割と大事なんで、はい、うんうん、なんかいい香水つけたりとか、そう、なんかもう会った時に話す、そう、めっちゃいい匂いするんですよこれちょっと動画じゃ伝わらないんですけど香水は、はい、もうあんまりつけすぎると良くないですけど、うん、持ち歩いてて気分変えたい時につけたんです。どこのですか？これはなんかイタリアのサンタマリアノベッラっていう、あの1221年からやってる薬局なんですけど、そこの香水でちょっと日本でも人気なんですけど、はい、入ってきてなくて、なんかあのイギリス出張行かせてもらったんですけど、はい、その時にいっぱい買って持って帰ってきました。え、日本で売ってないんですかこれ？この香りは売ってない。え、今買おうと思ってメモったのにすみません。あとはなんかずっとなんかカッコつけたやつみたいになってるんですけど、あの最近自分財布なくしまして、はい、えなんであの今財布じゃなくてもこれで生活してる。え、何ですかこれ？あ、これあのカードケースなんですけど、はい、ここに全部入っててで、かつあの紛失防止タグって分かります？あ、分かります、分かります。こういうこれあの押したら音鳴るんですけど、そんなスタイリッシュなんだ。このまま今あってこれもうじゃ財布買ってもなくすから、ちょっとこれで行こうと思って今は、ちょっと恥ずかしいですけど。いや、私も買おうかな、それ。これめっちゃいいです。うん、いいですね。の iPhone の探すで見れるんで、うんうん、なんでこれを身につけずにもあの出ていったら音が鳴るっていう設定にしてます、はい、あ、そういうことなんですね。なんかあの防犯ブザーみたいな形かなとかそういうものしかイメージできてなかったんですけど、反省してるんで防犯ブザーつけた方が良かったかもしれないですけど、まあ、じゃあちょっと次のお財布はなくさずに。あ、そうですね、ちょっとこれはなくさずにやっていけたらなと思ってます。わ、はい、かりました。朝のお忙しい時間にありがとうございます。はい、ということでここまで数名の方にご協力いただきました。皆さんおしゃれなのはもちろんなんですけれども、生産性を上げるアイテムですとか気分を上げるためのアイテム、すごくこだわっていらっしゃるんだなと思いました。私もせっかくなので参考にさせてもらおうかなと思います。これで今日の動画は以上になります。概要欄には企業ブログや採用情報なども載っていますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。